皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は初心者は取引シリーズの第8章、大仏終盤に差し掛かってきました。8曲目は牧原紀之さんの世界に一つだけの花という曲を皆さんと一緒に練習していこうかと思います。もう超名曲、もう本当もう今世紀最大の名曲といっても僕の中では過言じゃないぐらいに、もう超名曲、もうこれを一緒にこうバッと練習してバッと楽しんでいけたら、僕は本当にもう嬉しく思いますよ。ほんま牧原紀之さんはほんま素晴らしい、ほんま素晴らしい、すごい曲、本当にもう最高です。はい。で、意外とこの曲さ、パッと聴くとさ、結構ゆったりしてるしさ、なんか平和だしさ、なんかそれ簡単そうなイメージするじゃない。でも意外とテンポ速い、コード多いっていうのがあって、意外とねむずいんだ。まずね、そのテンポ、割とゆったりしてる風に聞こえるんだけども、実際弾いてみると結構速いの。で、楽譜を見ていただいてわかると思うんだけども、知ってるコード確かにすごい多いけど、コードがね、多いじゃん。一小節の中に2個コードがあるのが基本で、もうバーッと進んでいくから、もうとにかくね、そのコード順序をね、し続けなければいけないみたいな感じで、意外と忙しいんですよ。だから、パッとやって、わ、これ意外とむずいぞって多分なると思います。でもそこをね、乗り越えればね、またこうね、コードチェンジマスターがね、待ってるからね、コードチェンジレベルがぐっと上がって、さらにいろんな曲がバッと弾けるようになるので、ここはもう頑張って踏ん張っていきましょう。そしてこの曲を、この名曲を楽しんでいきましょう。そんな感じ。とりあえずまあ、バーっとお話をさせていただくと、カポニンにして一番最初の C セクション、最初のサビは伸ばす感じでやっていくといいと思います。ナンバーワンにならなくて、インターから糸のリズムでいきます。シンコペしない16のパターンですね。シンコペしない16のパターン。こんな感じで、でこの曲はもうずっと基本的にこの糸のパターンで、シンコペしない16ビートのパターンでずっと繰り返していきます。 A メロに入って、花屋の店先な感じのところとかもずっとこれでいきます。で、唯一変わるところとしては B セクションの一番最後、 C セクションサビに入る手前ですね。咲いてたのようにこうそうさ僕らのところ、そうさ僕のとこまで、そのね、1回ずつダウンストロークでそうさ僕まで、で、この後はまた戻ります。くらわまた、世界に一つだけの花、みたいな感じで、いくような感じです。そのシンコペしない16のパターンと伸ばすパターンと、あとこのトン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 のところ、のパターンの3つかと思います。で、そのトン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 のリズムが、最後の方、一生懸命にな、いいな、どこだっけ、一生懸命になればいい、ここもなればいい、ところも同じ感じでなればいいまで、ダウンダウンダウン、ジジジずつという感じでリズムを変えていけば OK です。まあ細かいそのリズムの変え方とか変えるタイミングとか、その辺に関してはお手本の動画をチェックしていただけると、幸いでございます。そうするとこのパーパッとうまく弾けるはずです。で、その次、右手が終わって左手ですね。左手に関して、Dsus4 というコードが出てきます。いつだか、三日月、彩香さんの三日月を練習した時に A7Sus4 というのが出てきました。で、その時に僕が、なんとかサスポーってのが来たら、なんとかサスポーってのが来たら、その次はなんとかってのが来るっていう話をしたと思うんですけども、ここがまさにそれ。D サスポーが来たら、その次は D が来ました。なので、もうね、D サスポーと D をね、セットでね、押さえちゃうんだ。まあ、とりあえず、最初は D コードを普通に押さえます。で、この余ってる小指で1弦の3フレットを押さえて、もうそのままだよ。そのまま。形そのまま、1弦の3フレットを小指付け出して D サスポーを作ります。で、この小指を抜いて D に持っていくと、あなたを持つところですね。
こんな感じで小指があるかないかで2つのコードを、あっち行ったりこっち行ったりできるので、こんな感覚で押さえていただけると嬉しいなという感じです。あとは難しいコードとか多分ないよな。あとオンコードか、新しいものに関しては。G4B ってのが登場します。何やねんってこれ。何やねんって感じですね。何やねんこれ。つって。G4B は G コードの6弦を鳴らさないコードです。6弦の3フレットをブーンと押さえちゃうんじゃなくて軽く触れた状態にして6弦を弾いたとしてもこんな感じでサスティーンがない状態を生み出してください。これが G4B です。 G コードの5弦から鳴らすバージョンって感じですね。スラッシュは、オン B と読みます。 G オン B、 G オン B、ぜひ覚えてください。そんな感じ。まあ技術的には難しくないと思いますので、あとは頑張ってやってみていただければという感じです。で、ちょっとね、最後に、表紙っていう話をさせていただきたいんですけれども、表紙。楽譜を見ていただくと、ところどころ、そうね、4分の2とか4分の4とかって、なんか4分の4って1じゃねえかって感じがしますし、4分の2って 0.5 じゃねえかって感じはするんですけども、これ何なのかと申しますと、表紙っていうやつです。今までちょっとね、表紙に関してはすっ飛ばしてたんで、急にその表紙って言われると、表紙ってなんだろうってなっちゃうかもわからないんですけれども、とりあえず簡単に言うと、1小節の長さを決める数値です。1小節の長さがこのぐらいですよって決める数値です。このアイコンというか、その数値なんですよ。で、今までの曲は、全く説明しなかったですけども、基本的に4分の4拍子。という曲でした。例えばその一番最初にやった糸とかだったらば、全然なぜ繰り合うまでの1,2,3,4 までのこの4拍が1小節の長さだったんですよ。桜坂だったら1,2,3 君をずっと幸せにまでが4拍、君をずっと幸せにまで一小節なわけです。こんな感じで、1,2,3,4 と、拍を4個数えた長さが1小節ですよっていうのが4分の4拍子です。じゃあ、それに対して4分の2拍子って何なのかというと、2拍あるんですよ。だから、桜坂がもしあれが4分の2拍子だったら、君をずっとし、で1小節が終わり。糸だったらば、なぜめまでが一緒です。そんな感じ。で、テキストをよく見ていただくと、わかると思うんですけれども、一応そのね、4分の2拍子のところは、その僕がそのね、短く、書いております。これわざとそう書いてるんですけども、ミスったわけじゃなくて、わざとそう書いてるんです。短くなるために。てんてんてんてけのリズムが2回来ると4拍埋めることになるんで1小節が完成するんですよ。でも4分の2拍子ってことはそのてんてんてんてけてんてんてんてけってあったものの半分ってことなので、一番最初の C セクション冗談ですね、一番上の C セクション、一番最後にその4分の2拍子の D が出てくるんですけども、この D はてんてんてんてけだけ弾いて次に行くんです。それまでそうね、G ツンタ、C セクション頭から行くとすると、その G ツンタンタが C ツンタン。がなくてもいい。もともと特別な D ツンタンタがバーン。バーン、ポンポンポン、ポンポンポン。みたいな感じで、そのインターの方に入っていくという感じでございます。これがその4分の2拍子とか4分の4拍子とかって言い方をするんだけども、1小節を決めるルール。決まり事でございます。4分のうんたらかんたら、4分のうんたらかんたらっていうその4って何なんだっていう話になると、まあ四分音符っていうのがあって、まあその辺はちょっとまたややこしくなっちゃうんだけども、まあとにかくね、そのざっくり、この世界に一つだけの花は4分の2拍子、4分の4拍子という2つの教師が登場して、4分の2拍子は、その半分であるということを覚えていただければ幸いでございます。そんな感じ。あとはまあちょっと頑張ってやっていただければ、良いかなという塩梅でございます。テキスト、そしてお手本動画を参考にしながら練習してみてください。よろしくお願いします。はい。世界に一つだけの花の説明は以上でございます。で、ここからまたいつも通り余談のタイムでございます。余談タイム、オーイェーイ。今まで、その、コードのダイアグラムにバッテンが
ついているコードたくさん弾いてきました、C コードだったらば、6弦がバッテンです。 D コードだったら5弦と6弦がバッテンです。 Bm だったら6弦がバッテンです。ちょっとねこのねバッテンのところ、桜坂の時かなにその弾いちゃいけないところはその避けて弾きましょうなんていう話をしたんですけれども、そろそろちょっとこのステップアップをしていきましょう。ステップアップをしていきましょう。どういうステップアップをするかっていうと、使ってない指で使ってない弦を軽く触れてミュートをするという動作をします。例えば一番最初インターセクションからスタートしてナンバーワンに C コードでできます。 C の時でこの時に、親指のこの使ってない親指を使ってその6弦を軽く触れてミュートをすると。でなおかつその薬指とかの先っぽも手伝って6弦の音を完全シャットダウンする。で D の時とかも親指がこの5弦と6弦をミュートして、で B7 も中指の先っぽと親指、また親指が来ました。親指よく使います。で、こんな感じで、こんな感じで使ってない指で、それぞれ使わない弦を軽く触れてミュートをして、で全部の弦をこのストロークしていくという感じをすると、どんどんこの演奏が良くなっていきます。そのミュートの仕方、細かいやつに関してはどっちかというとその演奏動画を見ていただくと良いかと思いますので、そのコードの押さえ方、僕の手をよく見て、押さえるだけじゃなくてこのミュートの仕方とかもチェックしていただきますと幸いでございます。あとはひたすら頑張ってやってみてください。もう一個ちょっと余談の話をさせていただきます。さっきも言った通りこの曲コードチェンジがめちゃめちゃ多くて意外と忙しいです。だからテンポにこの合わせて曲に合わせて練習したりしようとすると意外とこの置いていかれるというか、みたいな感じになると思うんですよ。なのでそのコードチェンジがうまくいかない、もっとこのコードチェンジだけこうねわーっと特化して練習したいと思ったならば、あの細かく区切りましょう。例えば最初一番最初の C セクション G と C だけを繰り返すみたいな、もう C セクションもう通して G、C、D、B7、Em、C とかってやってると大変だから、とりあえずね区切っちゃうの。じゃあ最初はじゃあ G と C だけを繰り返そう、いきます。バーン、イン、進まずに最初の G と C だけをひたすら繰り返す。で今 G と C、 G と C ができたんで、じゃあその次はこの C と D をやろうと、 C タンタンタカ D タンタンタカ C タンタンタカ D タンタンタカって感じでひたすら繰り返す。でこれができたら、じゃあその次は D と B7 をやろう、 D タンタンタカ B タンタンタカ D タンタンタカ B タン、こんな感じでできないところをひたすら繰り返してちょっとずつちょっとずつできる範囲を増やしていくっていう練習がすごくおすすめです。全体的にバーッとやろうとするとね、なかなか間に合わないっていう方は、そんな感じで小分けにするという練習をしていただくと良いかと思いますので、ぜひ頑張ってやってみてくださいませ。そんな感じでじゃあちょっと今回の動画も終わりにさせていただきましょう。あとは、テキスト見ながらお手本動画見ながら頑張って練習をしていただけると嬉しいです。それではまた違う動画をお会いしましょう。さよなら、グッバイ。と、その前に、最後に私、滝沢勝成、ツイッターなどをやっております。TAKIJAW、滝沢という名前でツイッターやってるんですけれども、もしよければ、フォローいただきますと幸いでございます。動画の感想、リクエスト、ご意見、いろいろあると思うんですけどね、動画のコメントでもいいですし、私へのリプライでもいいですし、何かしら反応いただけますと、私としてはとっても嬉しいので、よければ、そんなフォローもしていただきますと幸いでございます。そんなんばい。それでは、今度こそ本当に、次の動画でお会いいたしましょう。この動画を見終わった後も頑張って練習してね。じゃあね。